回、歯切れで用意させていただいたのが4枚の記事になります。特にこれっていう風に決めてたわけではないんですけど、なんか好きな記事っていうか、ちょうど目の前に見えたのがこの記事だったので、この記事に合わせて自分の好きな色を合わせてみました。で、皆さんも多分布合わせ結構迷うと思うんですけど、こんな感じで最初に自分が好きな柄の生地をまず一つピックアップして、でピンクッション、今回のは無地がこう2つあるんですけど、1つはカラーになってます。なんかこんな感じでちょっと、なんだこの、こういうちょっと白い、これは白い生地なのでカラーが入るような感じの組み合わせになってるんですけど、まず自分の好きな柄物を1つ選んでいただいて、それに合わせて、少し、この花柄の色にちょっと合わせたようなもので、これなんかはちょっと薄い淡いグリーンなので、濃いグリーン、私は結構緑が好きなので生地が緑のものも多かったんですけど、こんな風にちょっと緑の生地をちょっと濃いめのものですね、合わせてみたりとか、あと全く違うもの、これストライプって何にでも合わせやすいんですよね。で、特にこういうだんがり調のちょっとブルーとかグレーとか入ってるような生地っていうのは、ちょっと迷った時に合わせるといいものになります。で、ドットが好きな人はドットを合わせてもらっても大丈夫だし、ただストライプを合わせてみると、だいたいどんな普通にこう柄が来てもどの柄でも意外とこう合わせやすいっていうのが特徴になってます。なのでこういう基準でちょっと布合わせをしてみてもらったらいいかなと思います。で、柄が好きな柄がいっぱいありすぎて迷っちゃうっていう時は、とりあえずこうピックアップ、生徒さんによく言うのが、好きな生地を全部一回自分の手前に置いてくださいって言うんですよね。で、そこから一番好きな生地っていう風に選んでいただいて、で、あと全然違うちょっと素材のこの色の違うものっていう風な感じで合わせていくと、こういう風に組み合わさっていくんだよね。なんか言葉で説明するのちょっと難しいですけどね。型紙が入ってます。ここを写していただくことになるんですけど、だいたい9センチの四角で作って、ここの部分を何か丸いもので、切り取ればできるような形になってます。なので今回はちょっと皆さんがやりやすいように、こういうお皿とかを用意してみたんで、お皿とかでちょっとやってみようかなと思います。こういう感じで合わせて、でここの部分のカーブのところをこう輪郭を取っていくような感じでやると、ここが綺麗になってきます。ただ本当はここが1センチ縫い代なんで、できればもう少し入りたいなって思うんですけど、もう一つお皿をこういう大きめのやつを用意すると、今度はちょっとカーブが深すぎちゃって今度足らなくなっちゃうんで、これをちょっと合わせるのがちょっと難しいかなと思って、でこれでやるとこの辺りになるんですよね。そうするとちょっとこの辺が角角になっちゃうんですけど、あんまりここの部分だと丸く綺麗に出てこないので、できるだけちょっとこの辺でカーブを少し調整しながらやるといいのかもしれない。意外と最初のこのカーブの切り取りで形が決まってくるので、こっち深い方で行ってみましょうかね。綺麗に仕上がる方で行ってみましょう。で、こうハサミで切るときはこの線の内側を切り取るようにしてください。ペンとか細いタイプのものを持っている場合は線の上を切っても大丈夫なんですけど、チャコペンって鉛筆タイプのもの、太いものが多くなってるんで、その太いもので書いてしまって太い線の外側を切るとミリ単位で変わってきちゃうんですよね。で、こういう感じで一番なんか手軽で、あとなんだ、ボール、キッチンにあるボールとかもいいと思いますよ。それでちょっとカーブをきれいに、このぐらいでやると意外とちっちゃいものよりはいいかもしれない。
これでいけたかな。今こんな感じで全部切り取れたところですね。ここで1センチずつつなげていくのに、今あのざっと並べたんですけど、この柄がこう対照的になったりで、こうこのカラーを、こことここはカラーを合わせたかったので、この柄を対象にしたんですけど、例えば柄のこの配置を変えるだけでも全然印象が変わってくるんですよね。これがね、ちょっと面白いところで、まあ、これは結局一緒か。これは一緒かなと思うけど、なんかこういう風に切り終わったところで、また自分でちょっと、これなんかは今ボーダーになってますけど、こういう風に見るとあの縦のストライプにも見えるし、こういう風にした時に自分でまたちょっと配置を変えてみたりとかするといいですよ。で、やっぱりなんかちょっと濃かったなと思ったら、あのこういうちょっと爽やかなストライプを合わせてみるとまたぐっと印象が変わってきたりとかしますよね。すごい、なんだ、あの一通りじゃないんですけど、例えばこのグリーンのところを、今ね、いろんな色をちょっと準備してるんですけど、例えば濃い紫で合わせてみるってやると、今度グッと引き締まったような感じになるじゃないですか。こういうなんか布のこの、あの配置とか、こうちょっとこう置き方とかで全然あの同じ布なのに、一部変えただけで全然こうちょっと甘い感じがこう引き締まったり、ちょっと品のいいエレガントな感じになったりっていうふうにもするんで、こういうのもね、ちょっと布合わせの楽しみにしていただけたらいいなと思います。そうしたらまず縦同士で、1センチで縫っていきます。で、こういうあのマスの定規があるとあのすごくいいですよ。あの透明な定規でやると、こういうふうに布を当てた時にマスが見やすいので、でここでピーッと線を引いて、で引くときは縫う面だけ引いてあればいいので、縫う面だけ引きましょう。で、手縫いだから、まあ、そんなにあの綿密に順、あの待ち針の順番とかまではやらなくていいんですけど、まあ、ちょっとミシンでやるときと同じようにやるとすると、あの布のあの針のある面を上にしてミシンだと縫うんですよね。と同じように縫っていきますね。で、待ち針はあの多分皆さんね、多分ね、こうこっちに刺す人が圧倒的に多いと思います。なんでかっていうと、型紙を合わせた時の待ち針の方向がこっちだからです。こう紙を当ててこうやって刺すじゃないですか。その癖がそのまま縫う時にも同じように残ってるので、玉が内側になるんですよ。でもね、ちょっと癖を変えて、まあ、左利きの方は分かんないですよ。あの右利きの方はちょっと癖を変えて、こう玉がこっちから抜けるようにすると、細かいとこ縫ってる時とかもこうやって抜かなくて済むので、こっちにある方が多分楽になってくると思います。ただなんかこうアームピンクッションとかをこうやってやりながらこうやってると、どうなんだろうね、こうやって刺してあるのをこう縫うじゃないですか。縫ってってこんな感じですよね。今こっちで抜いてこっちで持ってこうですよね。でもこうやって縫ってて抜いたらこうですよね。ちょっとね、試してみるといいですよ。いつもやらないことをやってみると、ちょっとあの気づきがあるかもしれない。で、今日はあのミシン糸を使っていきます。手縫い糸じゃなくていいので、ミシン糸を使います。で、2本取りで取ります。で、この糸もよくありがちなのが、結構皆さんビューンってすごい長い状態でやるから、いつもここ糸がねじれて引っかかっちゃうんですよね。あんまり長い距離じゃなくて、だいたいこれの3倍ぐらいって言いますよね。縫う幅の3倍ぐらいでやるといいっていう風に言われてるんで、ちょっとそれを目安に糸準備してもらうといいなと思います。はい。で、針を刺すのはだいたい 2,3 ミリ先のところに針刺しちゃってください。もうこのまま線の上行きましょう。先に刺したら
同じところにこう糸をこう巻かしてこうここに刺すっていうことにしていきます。こんな感じでやると、で返し縫いになりますね。でここからは並縫いで大丈夫です。そんなに並縫いでいいんですけど、ザクザク間隔を空けてしまうと広げた時にここの縫い目が見えてしまうので、できるだけ細かめがいいと思います。ただ別に強度を保たせるものではないので、返し縫いにしなくても大丈夫。じゃあこんな感じで今縫い終えて、で今こんな感じですかね。引っ張ってもそんなには広がらないかな。はい、でここは縫い代をちょっと肩倒しにしようかなと思います。ちょっとここで合わせるときに必要なんで、でここの部分はこういう風に合わせておきます。で今縫い終えて2つ縫い終えたところで、今グリーンを上にし縫い代を上にして倒してます。そしたらこっちはこう合わせるので、今度は縫い代を逆に倒します。合わせた時に交互になるようにしてます。すごい天気がいいのでね、なんか日差しがすごいことになってる。まあ、こういう風にして縫い代をこうしておくと、こういうことですね。こう交互にこっちは上でこっちは下っていう風にして合わせます。こうなった時に今度ここでこう合わせてこうなるんですけど、ちょっとここの無地になんかレースを乗せようかなと思います。でこんなところに置いてみようかな。じゃあこれもね、なんかこう置くだけで少し変わるけど、どっちがいいかな。こっちも可愛い。でもやっぱこっちにしとこうかな。ここにします。でここで合わせて、レースを縫っていきます。でレースを合わせるときは一本取りにした方がいいですね。ミシン糸が目立っちゃうんで。レース今縫い終わりましたね。こんな感じで、そしたら今度はこことこれを合わせますね。で合わせて今それでさっき言ってたこう縫い代が交互になるような形になった状態で、このところを1センチで縫っていきます。でこっちの方に線を引きますね。ちょっとここの部分は縫い代の重なり厚い部分なので、ちょっとぐしぐしはできないので、ちょっと一目ずつになります。
でこれで今縫い終えたところで、ちょっと物足んないのでここに私はちょっとステッチを入れようかなと思います。こういうね濃い生地のところに少しあのラフなステッチが入るとワンポイントになるんですよね。レースとかが何もない時とかに赤い糸とかを刺してあげてもいいです。次にもう一つパーツがあるんでこれをやります。で本の中ではくるみボタンってあのマカロンとかに使うくるみボタンなんですけどないので、ちょっと厚紙とキルト、これ接着キルトでも綿でも何でもいいんですけど、これを合わせて、で手に当たるのが ここなんですよね。だからここをこのキルトを当ててあげるような感じなんで、こうしてこう合わせて、でここをギューッとくるむような感じにしていきます。そしたらこの状態でだいたい5ミリぐらいのところを今度もぐし縫いしていきます。だいたいね何ミリだろう、まあ、5ミリぐらいでいいですよ。ここはあのギューッて丸めていっちゃうん でこれで、合わせて、これでギューッと絞ったところで、ちょっと反対側に糸を通し、ちょっとここで放射状にしてからそこを止めます。はい、でこれで1個準備しておきます。でこれで一つでしょ。で今度ここのバンドを作ります。四つ折りにします。でアイロンかければいいんだけど、ちょっとアイロン出さずにやっちゃう。このまま2つ、あの持ち手を作るときによく紹介するやり方ですね。これで2つ折りにして広げたら、その折り目にこう布を合わせます。はい、で、四つ折りにしたら待ち針で留めます。針を入れ、これでやって、あ、入った入った。これすごい便利ですね。ソーラインさんですよ、ソーラインさん。ちょっと高いけどすごく便利で、ちょっとねステッチにしちゃおうかなと思います。ステッチなんだけど裏面も見えるのでちょっと気をつけながら、両方をこっちと裏と同じ幅で出るようにちょっと縫っていきたいと思います。でここはあのギャザーになってしまうので、そんなに綿密に細かくやらなくても大丈夫なんですけど、あのゴムがちゃんと通るようにしないといけない。こんな感じで今終わったところですね。でここをしっかりとぐしてあげて玉留めます。今あのゴムが抜けないように待ち針で留めてます。はい、でちょっとできればねもう片側もやっときたいんで、ゴムを縫わないようにしてやります。ちょっと狭いから難しいんですけど、ゴム通しとかないと通せなくなりそうな気がするんで、ちょっとやってみます。
こんなね、あのやりにくいやり方皆さんやらなくて大丈夫ですからね。細すぎたのでゴムを通しながらやりました。まあ、こういう方法もありっていうことで、はい、6ミリで入れてます。今縫い終えたんでゴムを引っ張り出しますね。でゴムを引っ張り出したらここを縫っとかないといけないですね。しっかり玉留めをして、にしてゴムはあの伸びるので、まあ、ちょっとぐらいこう出しといた方が安心ですね。綿入れてちょっとぐしっていくところです。でちょっと細かいんですけど、このボタンと一緒にやってって最後に包みボタンで包んで完成なんですよ。そうだからこれをちょっとやっていきますね。で綿はできるだけあの多い方がいいです。でこうやってギューってやって、この硬いぐらいがちょうどいいので、これでやっていきたいと思います。そしたらじゃあいよいよ本体作っていきますね。そしたら今度はここの周りのところをですね、5ミリのところをぐし縫いしていきます。ぐし縫いなんだけど、結構この形が綺麗に決まる重要な場所なので、ぐし縫いだけど。この縫う幅はできるだけ変えないように縫っていくのがポイントです。まあ、こんな感じですね。でこれで綿をねもうちょっと足したい感じなんですよ。これだとまだぐにゃぐにゃなんで綿をちょっと足します。これで最終的にはここをギューッとつまんでいくんで、ちょっと入れすぎたかも。入れすぎちゃった。ちょっとこれでこんな感じで丸くして、これね生徒さんの方がねずっと綺麗、丁寧だし、でも今日まだねマシな方ですよ。まん丸になんないもん私の。これね裁断とかが関係してくるんですよね。でこうなった時に、ボタンをここで留めるんですよね。でボタンとこのゴムを一緒にこう合わせるような感じなんです。こうやってこんな風にして、でこういう風にしてくるんで閉じていくっていう風になっていきます。だからここねやっぱ厚紙だからいいんですけど、ちょっと柔らかいですけど、プラスチックのくるみボタンがあったらそれをちょっと使ってくださいね。じゃあこういう風に仕上げていきます。でこうして、見てると欲しくなっちゃうでしょ。でもすごい便利ですよ実際。クロバーさんのカシャンっていうのもあるんですけど、こっちの方が私は楽ですね。やりやすい、失敗ないし。そしたら一回これどけて、でここを通していくんですけど、最初にこのアームのところを輪にして、これちょっと1センチくらい、1センチずつ、まあ、1.5 でもいいかな。このぐらいにして重ねます。で重ねてここをまず
ここで止めますね、一回。ちょっと2往復ぐらいしておきましょうか。心配だから。でこうして止めたら、ここのところに当てて、でここから下に入れていきます。こうやって入れて、でここに出していきますね。出てきましたね。出てきましたね。そしたらボタンに通します。これね、4つ穴もあるんですけど、2つ穴の方がやりやすいと思います。ここで通してまた戻ってくるような感じ。どういうやり方が一番いいかって、この本を作ってた時にすごい研究したのを思い出します。こんな感じですね。こんな風にで、ここでもう一回いきます。ここでいって、なんかあのミシンでも作れるんですけど、意外とねこれ手縫いの部分が多いんですよ。だからね、あの手縫いで作ってもいいかもしれない。ワークショップやった時もね、2時間かかんなかった気がする。そんなにかからずに終わった気がします。こんな風にして今2周ぐらいしたんですけど、まあ、このぐらい止まってればいいかなっていう感じです。あのボタンみたいなのくるくるって巻かないで、こんな風にして止まったら、ここでギュッと。ここね、やりにくいですけど、こんな風にして、はい、はい、でこんな感じ。こんなもう可愛くないですか。これめっちゃ可愛い。もうこんなんですよ、出来上がってきた。そう、へこむ感じにします。これギュッギュッとで収まってくるんで、はい、でそうしたらこれを包んであげます。こうして当てて、でここのところをコの字とじでステッチしていきます。でその時に最初のここの縫い目とかを見えないように内側にしながら包んでいきますね。で今度は刺繍糸じゃなくてミシン糸の1本取りをおすすめしますけど、でもちょっとこれもしかしたら2本取りの方がいいかもしれない。あのくるみボタンじゃないので紙のところがちょっと弱いんで2本取りにしときます。はい、そう、生地合わせ無限ですよね。なんか何色にしても合うっていうね。なんかこういう白地の生地だったらいいですよね。これね、赤も可愛いんですよ。結構ね、赤も可愛いんですよ。可愛くないですか。なんかやっぱね、全然違う合わせるものによって面白いなと思います。でこうやって合わせたら、今度裏側ですよね。この字とじっていう方法なんですけど、うちのちょっと抜けにくいこの縫い代とか重なりが多いところを拾うと玉抜けにくいんで、ここから行ってきます。でこれで一回通しますよね。そしたら、あ、
体の方はギャザが寄ってるので、どうしてもこの波のところをすくってしまうことにはなるんですけど、できるだけね、あのしっかり これがしっかりと本体につくことを意識しながら縫い付けていってください、はい、こんな風にしてね。でちょっと腕は邪魔なので反対側にして巻いちゃいましょう。そうするとずっとやりやすくなりますね。こうしてここのところをここでじゃあ糸を少しだけ縫ってるところ重ねておいて、意外とくるみボタンじゃなくてもいけましたね。実は初めてやったんですけど、厚紙で大丈夫でしたよ。でこれで、ね、マカロンやってる時はいいけども普通はあんまないですもんね。材料は家にあるものでできるので、ちょっと試してみてください。で玉結びしたら、この玉をここでバツって切っちゃうと、ここ玉丸見えじゃないですか。それを見せなくするために、ちょっと今これコミコミしてるんで分かりにくいんですけど、違うところに針を刺して、でまた全然関係ないところに針を出すんです。そうすると玉がこう中に入るじゃないですか。こうやって中に入ってたところで、ここまで玉出てこないので、そこでハサミで切るという仕上がりになってます。これで完成ですね。ほら結構できましたよ。1時間半くらいかね。かわいい。これでこの入れてこんな感じ。かわいくないですか。ちょっといいじゃないですか。こんな風にしてかわいい。できました。くるみボタンで仕上げるときはくるみボタンの部分を縫うんですか。そう、くるみボタンで仕上げるときは同じですね。厚紙と包んで縫い方は同じになります。そうそう、くるみボタンのがあればそれの方が楽かもしれない。厚紙でやる。でもね、意外と大丈夫ですよ。でもしね、汚れたら、これ私はやらないけどやらないなら言うなって感じ。こことかをだけ外してやってもいいし、まあ新しく作ればいいんだけどね。かわいい。ちょっとテンション上がる。嬉しい。ありがとうございます。皆様のおかげで新しい自分のアイテムが一つ増えました。1時間半ぐらいでできるので、よかったらね、夜テレビ見ながらでもチクチクしてもらったり、あとお子様と一緒にね、ピンクッション作ったりとかで、そういうの楽しんでもらえたら嬉しいです。ボタンとかね、工夫するとまた可愛いですよ。ありがとうございました。